一斉に、皆様の正面に整列しております車両は、カタピラで走行する装機車部隊のグループです。タイヤで走行する装輪車部隊の車両グループは、左手の滑走路上にすでに整列しております。これから正面の装機車部隊が各部隊ごとに、ただいま前進を開始した部隊は第7偵察隊です。前進を開始しました。
71戦車連隊が前進を開始しました。前進を開始しました。
載しています。操縦及び射撃を一人で行うことができる自動化の積んだ信頼性の高い戦闘機です。本日関越行進に参加する部隊は第7師団及び当駐屯地に駐屯する北部方面隊直轄部隊合計17個部隊の隊員約1350名、車両約390両、航空機6機です。ここに位置する車両は師団司令部幕僚です。千歳駐屯地に所在する北部方面隊直轄部隊の関越行進です。第一校舎特化軍指揮官は東京都出身前川浩二一等陸佐です。指揮官は埼玉県出身溝口久夫一等陸佐です。特殊な高性能アンテナにより電波がどこから発射されたかを探知することができる部隊です。第一陸曹教育隊指揮官は長野県出身古越真希と二等陸佐です。陸曹への承認のために必要な教育及び英語の教育を担任しています。第101校舎直接支援大隊指揮官は埼玉県出身池田和美三等陸佐です。第一校舎特化団の装備品の整備を担任しています。続いて第7師団の関越行進です。第7師団司令部月隊指揮官は埼玉県出身本橋勤三等陸佐です。師団司令部の業務支援を担任し、有事においては司令部の警戒を行う部隊です。
第7科学防護隊指揮官は大分県出身小田義弘三等陸佐です。放射性物質やサリン等の有毒物質から部隊を防護するとともに除染等を行う部隊です。第7通信大隊指揮官は岡山県出身安田亮二等陸佐です。師団の通信運用に必要な通信組織の構成維持運営を行うとともに電線及び映像写真業務を担任する部隊です。
全体の最後尾は衛星隊です。指揮官は福岡県出身小野陽介二等陸佐です。野外で手術ができる野外手術システム車や救急車などを装備しています。左手上空をご覧ください。ヘリコプターの編隊が飛行してまいりました。第7飛行隊、指揮官は山形県出身佐藤俊治二等陸佐です。小型および中型のヘリコプターを装備し、指揮連絡、航空偵察、輸送などの支援に臨する部隊で、札幌の丘珠飛行場に駐屯しています。また帯広駐屯地に所在する AH-1S 対戦車ヘリコプター2機も飛行しています。ここからは第7音楽隊が今年新たに作曲した2曲のオリジナルの車両行進曲に合わせて、連隊本部に続いて救急式自走 155mm 榴弾砲を装備する4個の特化大隊が行進します。第1特化大隊、指揮官は宮崎県出身稲丸正文三等陸佐です。
て戦闘部隊を支援します。大隊本部について4個の施設中隊が往診します。投稿者の訪問には被害現処理者、電波橋、施設対応作業者が往診します。行進曲2曲目のタイトルは先駆けの躍進です。いよいよ第7機構師団が誇る機動連隊の登場です。機動連隊にはヒットの続いて35ミリ機関砲と対戦車ミサイルを搭載した8級式装甲戦闘車を装備する3個の通過中隊が行進します。
戦車中隊が行進します。全体本部の後方を5個の戦車中隊が行進します。